皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦史です。12月になって秋田は雪が降ってきたんですよ。見てくださいよ、素敵な季節が来ましたね。真っ白の、いやめちゃくちゃ降ってますね。いい感じ。これね、いつも僕が洗ってる僕の愛車ルーテシアゴですよ。こういう風にね、本当に雪が積もってるんですけど、こんな状況でもね、ちゃんとお手入れしたら、新車からもう5年半ぐらいですけどね、綺麗に保ててるんですよ。今ね、冬の秋田ですが、作業スペースはね、暖房がついていて暖かくなってるので、さて、今日は何をするかと言いますと、皆さんからすごいリクエストをたくさんいただいてた窓の鱗汚れを取っていきます。これ、すみますか、うまく映ってますかね。ね、アホのこういうやつね。こういう鱗汚れすごい気になりますよね。でね、今までリクエストいただいてたんですけど、鱗汚れついてる車がね、ないんですよ。で、今回入手しました、入手。で、今までなんでなかったかと言ったら、少しちょっと言ったら、水道の水が乾くと、水道の水の中に含まれているミネラル分が蒸発して鱗汚れになるんですよ。雨は一回蒸発してるんで、雨って実はミネラル成分ほとんどないので、雨が蒸発して鱗汚れになることは実はあんまりないんですよ。雨で鱗汚れになるんだったら、もうそもそも僕の車も誰の車も鱗汚れまみれなので、もう綺麗に乗るのは諦めた方がいいというね、まあ地球上なわけですけど、へ幸い雨はね、地にならないんで、洗車の時につけてるんです。で、この純水器というもので水道水のミネラル分を取って、乾いてもシミにならない純水をここから出して、いつもこう洗ってるんで、ビューティフルカーズのね、お客さんの車とかもね、シミにならないんですが、これそうですよね。カメラマンが今日やってくれてね、なんて呼ぶのがいいですか。タケシンで、タケシンで、はい、そう、タケシンがね、タケシンビューティフルカーズを最近手伝ってくれてるんですけど、友達から買ったんですよね。買いましたね。まだ4年の新しい車なんですよね。4年くらいらしいっすですね、はい、ちょうどいい鱗汚れがあったんで、ね、ちょうどいい鱗汚れがあったんで、これ落としてみたいと思います。はい、じゃあ今日使うものを説明していきますね。で、鱗汚れは基本的には研磨剤で磨いて落とすっていうことになります。で、皆さんいろんな研磨剤試されて、で落ちないってことになってると思うんですけど、僕らはプロのね、プロ用の研磨剤を使って落とすんですけど、結構たくさんご質問いただくので、一般の皆さんが普通に買えて危険なく使えるものでいいのないかなと思ったら、これですね、モテギカズヤ車用っていう洗剤です。名前がすごい、すごい名前ですよね。車のガラスミラーの水垢が落ちるっていうね、洗剤職人モテギカズヤさんが作っている洗剤です。もはや人の名前なんですよ。半沢直樹をちょっとね、オマージュしたみたいですよ。で、茂木和也さんね、なんか秋田のご近所の方なの。秋田の方なんですけど、めちゃくちゃね、YouTuber がね、レビューしたり、ワイドショーに取り上げられたりして、この車用じゃない茂木和也はめちゃくちゃ人気商品です。お風呂の鏡についた鱗汚れとかがすげえ落ちるという洗剤です。でね、車のガラスはお風呂の鏡と少しガラス自体の硬さが違うんで、車用に配合を変えた洗剤です。で、まあ、Amazon とかね、楽天とかでね、買えるんで、ちょっと一番安いところ見つけて買ってみてください。で、あとはね、これ、固めのスポンジにフェルトが貼ってるやつ。で、これはよくね、コーティング剤塗ったりするのに使うものなんですけど、これも Amazon や楽天で探すとあると思います。探してみてください。で、あとね、純水を少しこう湿らして使うといいんですよね。水道水だとね、その水道水がシミの原因になっちゃうんで、ちょっと純水が欲しいんですけど、まあ、純水器持ってる方は純水器で作った純水でいいです。で、持ってない方は、まあ、純水を買ってきてください。で、薬局に行くと 500ml 入りの精製水が、まあ、100円ちょっとで売ってるんで、それでもいいですし、あと意外なところで、これホームセンターのね、バッテリー補充液、バッテリー補充液、バッテリーの液を足すものなんですけど、実はね、このイオン交換水 100% って書いてて、たまに違うのがあるから気をつけてくださいね。本当ですね、うん、これに関して言うと純水なんですね。バッテリーってもともとね、気硫酸って言って硫酸が入ってるんですけど、蒸発するのは水なんで、硫酸足すとどんどん濃くなっちゃうから、蒸留水を足すんですよ。だからつまりね、蒸留水、純水
なんですね、はい、なんかこれも使えます。これもやっぱ同じぐらいの値段で、1リットルで200円ちょっとですよね、うん、だから 500ml100 円ぐらいで変わらないです。あとこれの大きい2リットル入りとかもあるんで、そうすると380円ぐらいだったっけ、うん、だから 500ml にすると90円ぐらいになるのかな。でいっぱい入ってるから、まあ、買いに行くのも楽だし、まあ、もし薬局に生成水買いに行けないんだったらバッテリー補充液というのもいいと思います。であとはもうボディに使えなくなったマイクロファイバークロスと、あとタオルですね。あと手荒れ防止に使い捨てのゴム手袋、これを使ってきれいにしていきます。はい、そしたらね、まずこの上の方ね、まあ、今日はここのガラスのこの辺ちょっと鱗取っていこうと思うんですけど、これ洗車してないんで砂ぼこりがついてるんですよね。でその砂ぼこりって砂ってね、ちっちゃい石ですから、砂ぼこりついてここをピッてやったらこうヤスリかけてるみたいなものなんで、まず普通に洗車します。でさっきの使うものにはそのもの説明してませんでしたけど、まあ普通にシャンプー洗車してあげてください。よいしょ。なのでいつも通りなんですけど、まあ、シャンプー液をカーシャンプーを作りますね。まあ何でもいいですよ、適当なカーシャンプーで泡立ててあげてください。ちなみにこれはビューティフルガーズの弱酸性カーシャンプー、すごいきめ細かい泡が出るのが特徴です。柔らかそうですね。そう、すごいね、摩擦が減るんですよ。傷つけにくいし、泡立ちが滑らかで泡切れもいいし、あと弱酸性なんで、このシャンプーしてる間に水が乾いたりした時にシミにもなりにくい感じですね。とはいえ、水道水で洗う人は水道水で洗ってここら辺に水道水つけて乾いちゃうとまたシミになっちゃうんで、洗ったら拭き上げてください。もしかしたら洗うの大変だったらこれだけタオルとかで拭いてもいいと思います。でもまあタオルで拭いてもここはね、砂が残ってるから、まあ、僕は洗いたいんで洗うんですね。で水道水だと本当全部拭かなきゃいけないですよね。うち純水なのでここだけ洗うってことができるので、ここを水をかけてしっかりまず砂ぼこりを洗い流して、まあ触りそうなところは洗ってあげた方がいいです。そしてで優しく洗います。でその時にね、砂がついてるわけなので、こまめにすすぎながら洗ってあげましょう。で今はね、このガラス面をきれいにしたいんで、まあ、こういうところに砂溜まってるとその砂がねガリガリしたら傷ついちゃうと思うので、この辺しっかりきれいにしてあげましょうかね。この辺まで綺麗にしましょうか。こういう時にね、砂がね残ってるから、ね、その砂をこう研磨する時に砂をガリガリやっちゃったら、ガラスとはいえ傷ついちゃったりしますからね。しっかり綺麗にしてあげましょう。よいしょ。まずここだけ。よいしょ。いい感じでね、鱗が浮かび上がったんですね。
はっきり上がってますね。鱗がね、こういう風にこう水をね、なんて言うんでしょうね、水はじきに差が出ますね。そしたら、そこの水を取りますね。マイクロファイバークロスしっかり水で濡らして、そして拭くとね、すっごい出てくる。拭くとね、目立つですよね。もうすごいもう模様ですもんね。模様みたいに、ね、なっちゃうんですよね。これはね、それは車きれいにしたい人、これ気になるよね。いや、恥ずかしいですね、これ。いやいや、まあ、そうですね。よし、じゃあこれ、取っていきます。はい、じゃあね、洗い終わって、こう水気を拭き取ったんで、もう鱗ね、すげえ見えてますけど、もうこれで砂はなくなったんで、触ってもね、良くなりました。で、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、マスキングテープ。マスキングテープで、あのゴムの部分ね、あの磨いちゃうとゴムが白くなっちゃうんで、マスキングテープを貼ります。で、隅までね、きれいにしたかったら、このマスキングテープをしっかり貼ることですね。しっかり隅まで磨きたければ。ちょっとね、水分が残ってるから剥げちゃいます、ね、今この水分ちょっと風、エアーで飛ばそうかと思ったんですけど、皆さんエアー持ってない、ブロワー持ってなかったりすると思うんで、 あえて濡れたまま行ってます、うん、ね、僕がここで風でね、あのビューっとこう水気切ったら持ってねえじゃんってなるじゃないですか。そうっすよ ね、なのでちょっと今はあの濡れたまま行ってますからね。で、やっぱ隅が綺麗だとね、いいと思うんで、隅まで行きたかったらちゃんと隅までマスキングしてあげてください。隅まで、マスキングしないでゴムの上をこすっちゃうとゴムが白くなってしまいます。マスキングをしっかりしてあげましょう。じゃあもうここが本当大事な作業、まあ、ここ結構ね、大事ですよね。これでピシッと隅まで磨けそうですね。はい、こんな感じです。ちょっとよく近くから撮ってください。こんな感じでね、こことかね、しっかり。ちょっとどうですか、改めてちょっと見てくださいね。これ結構下からこうライト当てるとよく見えると思うんですけど、結構鱗なんですよ。これ皆さん取らなくて困ってるみたいですよね。じゃあこれを磨いていきますね。で、ちょっとね、このスポンジに水気があった方がいいんで、その純粋でね、ちょちょちょっとこう染み込まね、全然染み、すげえ弾くの。そうね、すげえ、あ、染み込んだ。そうそう、こんな感じでちょっとね、水分をね、染み込ませましょう。あ、手袋しました。手袋を先から忘れています。手がね、荒れちゃうとね、車にささくれで傷つけちゃうんでね。あ、そう。そこなんですね。そうそう。あの、やっぱ 手は荒れちゃうといけないわけです。で、まあ、ゴム手袋だったら本当に傷つける心配が少ないんでね。うん、で、この濡らしたスポンジに、茂木和也、車用を適量、どうでもいいんですよ、気分の問題で適量出して、あとは磨くだけ。あの本当ね、どうでもいいんですよ。これポイントはこのなんスポンジ付きの、このなんだろう、スポンジ付きのフェルトで磨くってことですね。もう取れたんですかね、これ意外と。でもちょっと取れてないと嫌だから、もうちょっと。で、別にね、こう磨いてこう磨くとか別に決まりはないんで、どうでもいいです。村上さんのこだわりとかないんですか？ないね、ない。まああの、ポリッシャーってこう動くからこうかなんかそう思いました。そう、なんかもう取れてる気がするね。取れてないかな、わからないから、このさっきのね、開封したマイクロファイバークロスちょっと拭いてみましょう。ほら、何これ、めっちゃ取れてる。もうないじゃん。おお、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。でね、そしたら、ちょっとね、この粉をマイクロファイバークロスでただ拭くだけだといまいち綺麗にならないんで、ちょっとこれを濡らして、これもうちは純水なんですけど、まあ、水道水だったらそれが乾くと水になるから乾かさないように気をつけてくださいね。で、ちょっと水拭きする。
そうするとほら、もうここほら、綺麗になったところ、水の弾き方も違うんでしょ。弾かなくなってますね。ここは全然違いますよ、ね、あとはね、タオルでいいんで、こうちょっと水気取ってみましょう。端っこ残ってたね。少しここら辺がね。そうですね。でもここはすげえ綺麗になりましたね。うん。そう。こんな感じで綺麗にしていきます。じゃあちょっとね、また端っこしっかり仕上げていきますね。だからなんか皆さんね。鱗落ちないって悩んでるんですけどね。あのいいコンパウンドを使えば落ちますよ。ただね、あのこれね、マイクロファイバーグラスにつけて直接こう磨くとね、ちょっと傷つく時があります。あ、ついちゃうんですか。うん、だから こっちの方がいいですよ。ここでね、やっぱ端っこちょっとね落ちにくかったね。やっぱ こっちはこうやってたけど、ここができないからね、やっぱ端っこは、まあ合わせて、そう、こうやっぱこう動かせないからね。まあここはちょっとコツコツとやりますか。コツコツ、コツコツ大事。こういう風にね、端っこにつけてね。隅は意識して。そうですね、まあね、普通の人はここまで隅までやらなくていいと思うんだけど、全体的に綺麗になったら多分結構いいと思うんだけど、うん、ね、僕らプロはね、神は細部に宿るんですよ。神は細部に宿る。神は細部に宿る、ね、やっぱ隅がねきちっとなってると、なってるのとなってないのではここが全部綺麗だとしても、なんかやっぱ仕上がりが全然違うんですよね。車の古ぼけた感ってね、やっぱこう隅々がね、あのだんだんぼやけてくる、ね、うん、っていうのがあるんでね。こんな感じかな。ちょっと拭き取ってみますか。取れてるかな。取ってみないと分かんないから。あ、取れたっぽいな。まあまあ取れたっぽいよ。おお、綺麗。あ、すごい綺麗。あ、すごい綺麗。はいはい、こうね、これ、うん、はい、もうねここぐらいの範囲なんですけどね、もうすっかり綺麗になりました。ほんとね、こういう鱗、ここ見えますよね。こういう鱗がこう来ると、こう来るとここなくなって、ここ下の方はなくなって、結構隅までパキーンと綺麗に、全然綺麗感が伝わらないけど綺麗になりましたよ。はい、こんな感じでね、綺麗にしていきます。じゃあちょっとね、もう少し、せっかくなんでもう少し広い範囲でいきますね。で、まあ、クリスで濡らしたスポンジに茂木和也車用を出して、もう隅じゃなきゃ楽ですよ。こんな感じでね、こんな感じで結構鱗すごいもんな。で、まあひどかったらちょっといっぱい目につけて、でもどうなんだろうな、もう落ちてる気もするんだけどな。2回3回ね、くらいですもんな。どうせだとここまで行っちゃうの、行ってみようか。これね、1枚きれいにしたら普通大変なんですよ。大変って何が、時間がかかるずーっとやんなきゃいけないんですって。あ、で手も疲れるんですって。もう取れてるのかな。でもこれはここら辺はね、ちょっとちゃんとやんないとね。神は細部にやる。神は細部にやる。なんならここちょっと甘いもん、またそこにやるか。ここね、ここちょっと甘いもん、納得がない。
神宿んないですか。神宿ってない、ちょっと普通凡人ぐらいだって。なんかもう取れた気がするな。吹いてるんですか。あ、ね、ほら、全然ね、うん、あの全然、その上と下全然違いますそうですね。おお、だいぶ、あ、でも下の方はちょっと神宿るほどじゃないかな。まあでも大体ね、あとは時間かけて満足いくまでやっててみてもいいですか。というわけで、今日の動画面白かったとか参考になったと思う方はぜひね、高評価とチャンネル登録お願いします。あとコメント欄もね、いろんなコメント、今日今回みたいにリクエストでもいいですし、まあ、ちょっともうちょっとこういう風にしろよみたいなご意見でも全然ありがたいので、また最近視聴者の方同士の交流もコメント欄で生まれててとても楽しく見てますので、ぜひコメント欄にコメントもお願いします。僕らのモチベーションがアップしますということで、次の動画もお楽しみに。また次の動画で会いましょう。